はい、皆様こんばんは。カブくんテレビです。今日はですね、羽生結弦選手の2020年、全日本選手権のフリースケーティング、音楽天と地のですね、プロトコル表、技術表を見ながらですね、改めて素晴らしい点が浮き彫りになりましたので、そこら辺をお話ししていこうと思います。はい、まずですね、こちらが羽生選手の、プロトコル表になります。ドンと、はい、こちらですね。はい、フリースケーティング、1から12までね、ありますね。で、これ区切りがありますが、まあ、スペースがちょっと悪かったっていう部分はあるんですけども、まあ、前半、中盤、後半という感じで、僕なりに分けてみました。厳密にはね、もう中盤のところからジャンプは後半実施になっていて、点数は上がっているんですけども、まあ、ちょっとね、僕なりにですね、このような分け方をしたのは、やはりこうスタミナというところで、ね、それから見せ場とかね、そういったところでですね、区切ってお話をしたかったので、まあ順番を分けてという感じになりますね。はい。では、僕が思ったことについて、このプロトコル表を見てですね、1、2、3、4、5、6、6点ありますので、お話ししていこうと思います。まずですね、丸3番と丸9番のですね、トリプルアクセルについてお話ししていきますね。はい。この丸3番の 3A たす 2T っていうのは、これ、スペースがね、あれですので、もうちょっと書き方をね、今変えていこうと思うんですが、これ、トリプルアクセル、ダブルトーループのコンビネーションになります。で、後半9番、これ、トリプルアクセルなんですけども、3番と9番、どちらも、まあ、同じジャンプということですね。で、前半のトリプルアクセルは、ダブルトーループ、コンビネーションがついているっていうところが違いになりますね。で、ここで注目していただきたいのは、やはりですね、前半コンビネーションジャンプをやっているのにもかかわらず、後半のトリプルアクセルとトータルの点数を見てみると12点ということで、前半の方が 12.27、後半が12点ということで、コンビネーションジャンプを前半やっているジャンプよりも、やっているのにそんな点数があんま変わらないというところがお分かりいただけるかと思います。これを見てですね、やはり後半、どれだけ後半のジャンプが大切かというところがお分かりいただけるかと思うんですね。で、後半実施なので点数は上がりますし、それから、まあ、一つ言いたいのはですね、まあ、その前半ではトリプルアクセル、ダブルトーループの際に、この最初のトリプルアクセルで、タンタンタンってこうスリーターンをして、こうチェンジエッジをすると難しいステップをやって、3番の方の、前半の方のトリプルアクセルではジャンプにやったんで、もうちょっと点数がね、上がってもおかしくなかったんですが、後半の方ではトリプルアクセル、特にね、まあ難しいステップをやらずにトリプルアクセルやってます。で、それでも、前半と、ほぼ点数が変わらないというのは、やはりね、まあ、もちろん美しさっていうところもあると思うんですけれども、やはり後半実施で、スタミナがなくなってくるところでのトリプルアクセルっていうのが、いかにね、大切かっていうところがお分かりいただけるかと思いますね。はい。で、このトリプルアクセルなんですけども、やはり他の4回転、特にこの2番目と3番目、1、2、3ってこうね、一番最初のね、4回転ループ、4回転サルコー、トリプルアクセル、ダブルトループ続きますけども、4回転ループや4回転サルコーと匹敵するくらいトリプルアクセル、ダブルトーループのコンビネーションおよびトリプルアクセルの点数が高いのをお分かりいただけますよね。なんか4回転ジャンプって異次元のような点数なんじゃないかと思うんですけども、実際に蓋を開けてみると、まあ、トリプルアクセルの点数っていうのが4回転ジャンプに匹敵するくらいね、高いっていうところが、まあ、ここでお分かりいただけるかと思います。で、4番目のトリプルループとね、比べてみても2倍近く点数が違いますので、やはりトリプルアクセルがいかにね、まあ、4回転も含めてね、かなり難しいジャンプであるっていうところが、ここでお分かりいただけるかと思います。まあ、それだけね、トリプルアクセルを得意にしている選手というのは、これからかなりね、強くなるというふうに予想されますので、こういうようなプロトコル表を見てもですね、いかにトリプルアクセルを後半実施している選手っていうのは、強くなるというのが、分かるかなと思います。特に鍵山選手もね、一番最後のジャンプをトリプルアクセル飛んでますよね。まあ、そういったところも、やはり彼の、素晴らしいっていう、その今後ね、爆進してくる選手っていうふうに僕は言ってるので、そういったところがやっぱりあるからなんですね。はい。これがまず一つ目になります。はい。あとはですね、後半目を引く部分がありますね。4回転のトーループですね。
7番目、8番目ですね、になります。これはもう後半実施になってて、まあ、ベースの点数も高いところがお分かりいただけますね。まあ、これもコンビネーションジャンプなんで、最初のね、前半の4回転ループや4回転サルコーと比べてもしょうがないんですけれども、まあ、それでもですね、トータルの点数を見てみると、7番目と8番目の4回転トーループのコンビネーションは、いずれもね、20点近く点数取れているところがお分かりいただけるかと思います。まあ、つまり前半の、難しいジャンプの調整よりもですね、後半の、まあ、4回転トーループなど、羽生選手にとってみたらですね、まあ、そうですね、まあ、比較的、まあ、やりやすいジャンプですね、の方が点数が圧倒的に取れているのがお分かりいただけるんですね。つまり、この中盤、後半のジャンプがいかに大切かっていうのが、やはりね、お分かりいただけるかと思いますね。はい。なので、まあそうですね、後でお話をするんですが、まあ、スタミナがね、いかに大切かっていうところが、こういったところで、少しずつ分かってくるという感じになりますね。はい。続いて、10番目のコレオシークエンス、後半の、実施した技なんですが、このコレオシークエンスについてお話ししていきます。でこのコレオシークエンスを見てみると、トータルの点数が5点ということでですね、まあ、スピンや、スピンよりも点数が高いところがお分かりいただけますね。で、コレオシークエンスって羽生選手とでも美しいなと思ってて、まあ、世界で一番コレオシークエンスが美しい選手といっても過言ではないくらい美しいコレオシークエンスをします。で今回の内容が、やはりですね、まあ、少しスパイラルみたいなのが入ったのかな。それから、まあ、イナバウアーですね。やはりこのイナバウアーが入ってくると、それも荒川静香さんがやっているタイプのイナバウアー。で、イナバウアーにもタイプがあってですね、ジェフリー・バトルさんのやっているイナバウアー、あるいはインサイドのイナバウアーとか、いろんなイナバウアーがあるんですが、イナバウアーは厳密に4つ以上あるんですけども、まあ、羽生選手は荒川静香さんがですね、実施してたイナバウアーを、男子でほぼ初めてね、試合でやったトップ選手の中で有名な選手なんですよね。非常に、まあ、そういった意味では、まあ、パイオニア、イナバウアーの男子のパイオニアになった選手といっても過言ではないんですけども、点数を見ますと、トータルで5点以上、やっぱ点数が取れてるっていうところは、この6番目のステップシークエンスよりも点数高いですよね。6番目のステップシークエンス、たくさんね、こう、難しい、エッジワークとかやるんだけども、その4.71なんですが、それよりもコレオシークエンスの5点の方が高いので、ここはですね、やはりいかにね、コレオシークエンスで点数を上げているところがですね、ここで浮き彫りになっているという感じなんですね。はい。そして6番目、あ、失礼、1、2、3、4番目、ステップシークエンスについてお話しします。今お話ししたステップ、レベル3になってしまったっていうのはあるんですけれども、今回羽生選手が思って、僕すごく感動したのはですね、ステップシークエンスになるんですよ。なぜかというと、ステップシークエンスの間に間があったんですね。で、皆さん、4回転ループ、トリプルループの後ですね、前半のジャンプが終わって、フライングスピンの足換えのスピンやった後にですね、フライングコンビネーションスピンですね、やった後に、ステップシークエンスに入るんですけども、ジャッジに向かって、ループですとか、アピールをするんですよね。この、中盤のこの三味線の、トラララトラララトラララってね、一回音楽が止まって手をパッて広げますよね。その一連の流れがスローパートのように見えたんですよ、最初。でも実はですね、ステップシークエンスの後からこう蓋を開けてみると、ステップシークエンスのその動きも一部であったっていうところは、これはこれまでのね、見てきたフィギュアスケート選手の中ではね、多分史上初だと思います。ステップであそこまで長くね、パッて手を上げてるシーンが長いですよね。すごい長かったですね。多分3秒以上、もうちょっとあったかと思うんですけど、結構長かったですよね。なので、それくらい長くね、止まってるっていうことも、これまでのフィギュアスケート選手の、ステップシークエンスでも見ても、歴史上あんまないので、そういったところから考えると、やはりこう、ステップシークエンスを見直すとかなりね、新しいことを今回のフリースケーティングでチャレンジしたんじゃないかっていうものは、このステップシークエンスでも分かっていただけるんですよね。はい。まあ、そういったところがもっと評価されればね、10番目のコレオシークエンスみたいに点数が上がってきてるし、今回はステップシークエンスがレベル4のうちレベル3だったんですね。なので、まあ、レベル4を取れるという、取ることによって、まあ、さらに上昇の余地を残しているという感じになるかと思いますね。はい。そして5番目、スタミナになります。やっぱり羽生選手が今回、僕が一番気にしてたのがスタミナだったんですね。で、羽生選手の今回のフリースケーティングの演技を見てみるとですね、かなり安定感がありました。本当にスタミナに安定感があったんですよ。なんか言い方が、まあ、スタミナがあったっていうよりは、安定したスタミナがあったっていうふうに見て取れたんですね。つまり、ジャンプの配置ですとか、
それからスピンのやり方ですとか、非常にこう計算されたスタミナがだったのかなというふうに思うんですよ。どういうことかというと、やはり羽生選手は全速持ちがあったりですとか、演技終わった後、はははって疲れてしまう部分があってですね、他の選手に比べるとスタミナの部分ではハンディキャップがあったのかなって僕は思うんですよ。で、そういう中でですね、やはり自分はどうしていかなければいけないか、早稲田大学の、論文でも自分の体を立体に映像に変えてですね、いろいろこう数値化してましたよね。そういった論文を書いたと思うんで、まあ、もしかすると自分のスタミナとかね、そういったところをどのようなジャンプの配置にしていくのかとかね、どのようにその演技構成とかをまとめていくのかっていうことを考えて、一番その、そうですね、数値的にね、一番こうスタミナを取られにくい、やっぱり他の選手よりもちょっとスタミナに弱点があるっていうところで、その考えて、その思考して、そういったところがですね、まあ、羽生選手の勉強が今回の全日本選手権で安定した、スタミナが安定していたという感じがあったと。スタミナがあったんじゃないですか。もう、スタミナを、自分の弱点を逆に生かすって感じだったと思うんですよ。だからね。つまり、もうスタミナをつけるために高山トレーニングをするとかね、そうじゃなくて、逆算をして、自分の状態から逆算をして、どのように自分のジャンプの構成とかね、動き方を変えてみたりとか、そういったものを数値化して、計算することによって、自分を弱点を逆に生かしたね、スタミナの、安定したスタミナが、今回できたんじゃないかと思います。そこが素晴らしかったと思いますね。はい。なので、まあ、スタミナの面では今回ね、スタミナがついたというよりは、弱点を使って克服できたというところがあるので、今回、まあ、これはね、生命を作品のあるプログラムに変えてから、やっぱり自分がいかにね、作品のある、作品のようなプログラムを作っていって、その中でね、それを克服して新しい羽生選手を作っていくんじゃないかって僕は以前ね、予想したんですが、その通りになってるなと思います。やっぱり年齢を重ねているごとにですね、やはり若い選手に比べると、まあ、劣ってくる部分ってありますよね。でもそんな中でそこですね、26歳でも4回転ジャンプでそこを簡単にトリプルアクションでやったりとかね、難しいことにチャレンジして、スタミナとかの面も、こうね、自分で研究をしてね、やられてるっていうのは本当に頭のいいスケーターであるし、やはりそういったところがね、今後の現役生活、長くやっていくっていう分で、非常に重要だなって思ったので、まあ、今回僕は、普通にね、全日本選手権素晴らしい神演技っていうよりも、まあ、これからのためにね、新しい羽生選手のためのスタート地点に立ってるなっていうふうに思ったんで、そこが僕は一番ね、羽生選手の今回動画を見直す上でですね、一番重要な点かなと思いました。はい、そんな感じになりますね。そして 1,2,3,4,5,6 番目、一番最後、このプログラムに余地を残しているというお話をしていきますね。一番最初に4回転ループ、4回転サルコーって続いたんですけども、羽生選手ね、僕4回転ルッツジャンプ、これ非常に気になりますね。できるのかどうかとかね。もちろんアクセルジャンプに関しては本人まだね、未完成と。で、4回転アクセルは未完成の部分があって、少し、ああ、全日本選手権で4回転アクセルを皆さんに見せたかったっていう気持ちもあって、少しね、まあちょっと悔しい思いもあったかもしれない。もしかすると。だけど、まあ、僕が一番気になってるのは、これ4回転ルッツですね。もちろん4回転アクセルも今後はあれなんですけども、4回転ルッツの進捗率とかね、そういったところが気になるので、このプログラム、次の試合に向けてですね、4回転ループの一番最初のジャンプが4回転ルッツになるかどうか、そして、次のジャンプが4回転ループになって、まあ、トリプルアクセル、ダブルトーかトリプルループが連続してジャンプが続くんですけども、ここをね、少し構成を変えて、4回転を前半に3つ入れてきてトリプルアクセルみたいな、そういう構成も夢ではないんですよ。なので、羽生選手ももしかしたら頭の中でよぎっているかもしれないです。頭の中で4回転ループを4回転ルッツにも変えていこう。4回転ループじゃ、なぜ僕はこういうこと言ってるかというと、もうループジャンプがもう羽生選手のものになったんですよ。今までを見てみると、やはりこう、ピョンチャンオリンピックでも4回転サルコーにしましたね。なので、やっぱ4回転ループをやってないんですよ。でも、4回転ループの最近見てると、かなりね、自分のものになったという感じがね、今回の全日本選手権のフリーで見て取れますので、今後やはりこの4回転ループが安定したと、つまりちょっとこうね、このプログラムに物足りなさっていうのを感じたらですね、やはり最初のジャンプを4回転ルッツにこうね、失敗を恐れずにチャレンジしてくる可能性もありますので、4回転ルッツの挑戦っていうのはかなりね、気になるところかと思いますね。はい。まあ、あとはね、まあ、自信を持ってこの、まあ、ステップシークエンスのレベルアップですとか、スピンが最後のスピンでレベル3になってしまった部分もあると思うんで、まあ、そういったところやっぱりね、やっぱ頭のいい羽生選手ですから、こうね、見直して、改善していくんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、本日は羽生結弦選手のね、全日本選手権2020のプロトコル表を見てですね、僕の思った点を
感想を述べました。というわけでですね、今年も、これで多分羽生選手についての動画は今年はこれで終わりになるかと思います。明日出すかもしれないです。ちょっとそれちょっといろいろ考えましてね、皆様良いお年をお迎えください。今年もね、1年本当にありがとうございました。そうですね。まあ、僕自身もね、ちょっとね、氷の上に練習できてない部分があってね、ちょっといろいろこう、まあ、まだちょっとなんかね、やり足りない部分も多いなって思うんですけども、とりあえずね、この年1年頑張ってこれました。来年もね、よろしくお願いいたします。ということで、本日はこれ以上になります。ではまた。